愛知を愛知とる、パートナーシップファミリーシップ制度ですが、これまで出してきました養護所ね、そしてこれ今日の新聞です。中日新聞、そして読売新聞、朝日新聞なんですが、記事ここです。愛知県です。大村知事とってもかっこいいです。これね、何書いてあるかっていうと、事実婚の夫婦や同性カップルに対しても、子どもの共同親権だったりとかね、法律婚に準じた、保護をしていこうってことを国に言いますっていうふうに書かれています。とっても素晴らしいと思います。愛知県最高に素晴らしいというふうに思います。